皆様ごきげんよう、高松菜奈でございます。私本日ですね、こちら晴海にあります、オリンピックパラリンピックの組織委員会の、評議会、そして理事会の夜ですね、合同懇親会が開かれました。こちらに取材に参りました。こちらですね、3時から開かれたんですけども、会議がですねかなり、伸びました。こちらの会場の前にはですね、オリンピックを反対する市民運動の方の運動も展開されておりました。会議に出席された方のお話をお伺いしたところ、冒頭森さんによるお言葉お話がありまして、こちらはですね、自分がですね女性の蔑視の発言だとは思っていないけど、メディアにそういうふうに叩かれたというような趣旨の発言、あと自分がいることで迷惑をかけてしまうんだったら辞めるというようなお話があったということです。ですが、こちらについてですね、森さんが最初出席されて、後でご退席されたんですけども、ご退席された、この発言について皆さんどういうふうに思われていたんですかと聞いたところですね、森さんの発言はやはり問題があったと、オリンピックの精神からは反していると思うというような声がいくつも上がったということです。それについて森さんはですね、ただ黙って聞いているだけだったということで、特に反応を示していらっしゃらなかったということです。そして後任について川淵さんが、引き受けた、いやそれを G3 行動だというような報道がされましたが、川淵さんのお名前については特に出なかったということです。そして後任についてはやはり定款通り密室で決めるわけではなく、定款に従って選出する必要があるのではないかというお話が出たということです。ちなみに後任についての人事、具体的な候補者についてはまだ出ていないということです。後任はどのような人が良いかというような話になった際は、オリンピック憲章をしっかりと理解している人がいいという話だったそうです。また女性参画、女性活躍をどうやって増やすかというような話も上がったということです。はい、ということで、ちょっと、森さんにぶら下がることはできなかったんですけども、参加した方からお話をお伺いすることができました。今回の話、本当に賛否両論、さまざまな意見が出ています。森さんの辞任、弱い者をいじめしているように見えるとか、川淵さんに対して川淵さんの過去の悪いところを取り上げるのってどうなのみたいな発言、EXIT の兼近さんの発言も、アベマ TV での発言がクローズアップされていました。もちろん兼近さんは森さんの発言は、いけなかったと思うとした上で、でも、こう引きずり下ろしてやったというようなこう感じが気持ち悪いと、石投げている感じが気持ち悪いというようなご発言をされていました。私はですね、そう思われる方もたくさんいらっしゃるんだなというふうには感じつつもですね、それはやはり違うのではないか。森さんが今回最初はですね、辞任の意向を示さなかった、そして謝罪の会見で本当に謝罪しているのか疑問だった、そのような点からもですね、やはり声を上げる必要があったのだと思います。ただですね、森さんを引きずり落とせばこの問題終わりというわけではございません。女性活躍の問題、日本がどうしてこんなに遅れているのかということを本当に考えなければならないと思います。なので森さんが辞任しても新たな、昔の価値観のままの男性が就任したりとかすると、また同じようなことを繰り返してしまう。森さんがですね、本当に何が問題だったのかということが私分かっていらっしゃらないんじゃないかなと、そのまま辞めるのは不幸じゃないかなというふうに思うので、ぜひね、どなたかが森さんの発言、こういうところがダメだったというところ、ご認識を改めていただきたいですし、社会がですね、叩きすぎだというようなところとかで分断しないことを、願っております。はい、現場からは以上です。